さあいよいよグランプリファイナル控えてますね。怒涛になりますからね、もう覚悟は必要ですよ。もうずっとね、覚悟を続けてきてますからね、うん、もう大変です。えー、タップダウンさなぎさん、ありがとうございます。 力戦のグランプリファイナル女子本当,です本当なんですよね。記憶にあるのは2015年ですお。なるほど。当時の出場メンバーは次の通りです。1番目、グレイシー・ゴールド、ファイナル、うん、5番目。で、エフデリア・メドベージはファイナル金。宮原裾子選手、ファイナルが銀。浅田,田真央選手、ファイナル6位。エレーナ・ラジオノワ、ファイナルが銅。アシュリー・ワグナー、 ファイナルいこれは懐かしいですね。うん、でも、この時だけ僕、2015年はかなりいろいろあった年で、一番やばかったんですよ。だからちょっとこの時だけフィギュアスケートあんま見てなかったんで、あのー、ちょっとあんまりよく覚えてませんけど、こういったメンバーだったんですね、それ、うん、えー、そう、各大会の、えー、優勝者が集結するという熱い展開です。 えー、当時はメドベージャー選手もシリアデビューしたばかりで、未知数なところがありましたし、うんえー、しかもこのメンバー、ロシアの2人以外は、同年のジャパンオープンと同じメンバーだ、あそうでしたね。なるほど。うん、えっとね えー、同シーズンの世界選手権ではトップ7にこのメンバーが最終決、えー、3位にポゴリラさん、<laughs> ポゴリラさん懐かしいですね、えー、まさにこのシーズンの中心となった6人という感じですね僕はこのシーズンが結構好きです羽生選手が300点超えをしたのもこのシーズンでしたねうん、まあ、確かに、うんまあ、そう思うと、まあ、確かに女子は結構ねでもこの年は僕は怒涛,怒涛でしたね、うん 忘れることができないね。そういった出来事があった年ですね。うん。えー、草薙24さん、こんにちは。いよいよファイナル。うん、かぶくんが言うように、翔馬君くんのジャンプ構成気になりますね。今回どういう感じにしていくのかな。4回転ループは安定してていいですね。うん。あの正直言って、あのー、4回転ループを入れて、4回転フリップトリプルトっていうコンビネーションにしてみるのも、なんか、 いいかなって勝手に思っちゃったりするんですが、4回転トーループと、4回転とトリプルとのコンビネーション成功率は、うん、正直ね、4t、3t の方が、僕的に、あの、なんか、ちょっと不安なんでしょうね僕。グラビティと特に4回転トーループのとこは心臓を張り裂けるぐらい緊張すると思いますよ、本当うん、あそこ決まったら、もう叫ぶ案件かな。 うん。うのワンマンで見たシットスピンの練習。スピンあとヘトヘト状態の翔馬君に、そうですそ。そうです。とえ、力の抜けた優しい感じの一言。えー、ステファン、鬼コーチですね。うん。あのー、鬼コーチですよね。翔馬君のボレドのきつさを思えば、これからは楽に思える的な発言に、楽になることはないよと、記者会見の場で。 献したステファンですからね。うん。でしたね。まあ、これもね、なかなかね、うん。ね、あの、愛のスパルタなのかな。うん。ジャンプ構成もエッジの位置も、どこに合わせたのが気になるし、そうそうそう。ね、ステファンの死闘が入ったスピンも、えー、ステファンもしっかり踏めるように靴紐の締め具合も気になるし、うん。あとはスケートの選手って足も変化するらしいんだ、やっぱりね。うん。だからまあ、そういった意味では、その足に、えー、足の、 感じも合わせながらね作っていくってまあその同調していくっていうかね、うんまあ、本当にこう水のね水を泳ぐとそのなんだね水泳選手の手が、えー、う鱗が鱗っていうかそのなんだっけね手がなんか水泳の手になるみたいなありますけどそういう感じのごとくですねまあ、氷のこう坂氷のなんだ うん、魚を得た感じと言いますかね、言いたいことが分からなかったと思いまです、僕ね、うんえー。そんな感じでいろいろ変化していくんで、そのたびにこう、ねえー、靴の調整をしたりするのは本当に難しいと思うんですよ。うんえー、靴ひもは脱いだり履いたりするたびに微妙に変わ,ったりも変わりますよね。これだって締め具合を見つけたら、イースト履いたままでできるかボケっていう、であとは、ね、靴下とかでも結構変わるんですよ。うん でも紀平リカさんだったから誰か、えー、裸足でね えと靴を履いたっていう話聞いてこれも結構びっくりしましたね。うん。裸足で靴履くって結構難しいかって思うんですよね。うん。<laughs> あとはその靴下も結構長い靴下の方が僕はよくて、えー、なんか短めの夏の靴下とかでねスケートしちゃう人もいますけど結構あれよくできるなって思いますね。足首痛くなっちゃうんで、うん。ここまで来たらステイヘルシーでやりたいことできる試合になるように祈ります。うん。いや、本当ですね。まあそう思います。僕も,もうここまで たらもうグランピーファイナル楽しいんでね、もうメダルを取っていってほしいなって、すごいやっぱ思いますね。うん。まあ、マリリン君、どこまでこう、帝王、PCS 伸ばしてくるかっていうところもね、気になってますからね。うん、え、ピースワンさん。 どうもです、えー、ジュニア女子は自分も独占がありえそうな気がしますね。そうなんですよね、えー、3位争い、中西選手と、えー、シンジャー選手がかなっていう感じがしますが、やはりトリプルアクセルがプログラムに入っているとな,入ってないので大きく違う気がします。えー、中井選手は今季安定的にトリプルアクセルを決めていて、トリプルアクセル日本構成なら優勝もありえるんではないかと思います。中井選手そうなんですよね、うん、彼女は あのまあ、ジュニアらしいっていう感じが結構あると思うんですが、結構ね、甘く見てるとめちゃくちゃ強いですよ、本当に。うん、もうこの前も、いやー、今回、中井選手ね、ねこの韓国の選手がめっちゃいい演技したから、トリプルアクセルやめて、ダブルアクセルにして安定的にいった方がいいんじゃないかと思いきや、ですね一気にそこはトリプルアクセルでまとめてくるっていうね、結構ね、安定感もあるんですよね、だから彼女ね、本当、あの甘く見てると結構強いですよ、本当、うん、そういうふうにも感じますね。うん 中井選手の注目です、ね。トリプルアクセル日本に出てくるのかって。今後結構ね、うん、注目してくると思います。えー、YM さん、ありがとうございます。宇野浦方チャンネルの最後の浜さん。えー、デミさんの NHK 総合スタイルとても感慨深かったです。私を含め、会場にいた観客は、諸国のフリー滑走前に、キューエッジの変更なんてことがあったとは思いもよらず、ただただ感動してたんですが、浜さんの口ぶりでは、 えっと、ステファンはかなりナーバースになっていたみたいですね。うん。そうなんですよ、ステファン。うん。いや、なりますよね。うん。そりゃそうだと思う。本番直前にこう片手にエッジ変更をするとする生徒も見て、黙って見てる先生もあまりにないかも。いや、本当ですよね。まあ、ほあのフィギュアスケート界の95%の人は、もうみんな、ええー、ってなっちゃいますよ。うん。本当に。うん。えー、ほんありえないですね。 セレ <laughs>、えー、ハーマさんが上手な英語でなだめたのかな、シュマ君、ステファンについてからは、えー、どちらかといえば、ステファンにすべて委ねる、うんえー、素直に聞く、言うことも聞く。 いい生徒っていう印象で、ステファンもそう思っていたかもですか <laughs>。ね、ミホコ先生の時も演技直前に衣装を切っちゃう事件もあって、これも結構な事件でしたよねえ。結構大胆なところもあるんですよね。ステファンもシュウマ君の新たな一面を見たかも。うん。でも逆にそういう方かなんかね、お互いやってきやすいかなっていう感じはしますやっぱね。気を使わないででも、宇野君はステファンのことをすごい尊敬してるっていうのは感じます。 うんえー、なので、やっぱ尊敬してるライトについていくことは難しいですからね。翌日のエキシビションの練習を見に行った時リンクサイトにはデミさん、ステファン先生、浜さん、3人で雑談の後須山君、ちょっとだけ出てきて、曲ょかけもほとんど滑ることなく、えー、靴を気にして引っ込んでしまったのに、3人はそのまま雑談、えー、小松原健さんや、えー、颯太君と喋ったりもしながら、なごなごの雰囲気でしたね。うん えー、今回の、ね、NHK 杯、私が思っているよりもずっと大変だったんだろうけど、チーム、勝負の団結と理解が深まった、とてもいい者だったのかもですね、うん、そうなんですよね、いつも思うんですが、団結力は本当ね、いいなって思いまして、宇野同盟、素晴らしいなっていう感じがしますので、まあ、今回もいろんなドラマとかあったと思うんですけどもね、うんまあ、そんな中で宇野選手の、ねえー、表情とかも素敵だなという,うに感じるんで、うん、いいですね、やっぱね。うん あいさんありがとうございます昭和、えー、んグランプリーファイナルで金を取って、ミラで金取ったら、スーパースラムですね、そうなんですよ。うん、あそれを目指していくってほしいですね、本当ね。今、羽生くんだけだと思うので、うん、オリンピックダンシングで金、銀、銅を取った人なんていない。あ確かにですね。 その通りですね。3年後のことを考えるのはまだ早いですね。まずはグランピーファイナル頑張って、マリニン君が強敵だけど、ウシ君はスラバを経験して、メンタルも鍛えてきてるんで大丈夫だと思います。いやそうですよね。あの、確かに、金、ど銅ですね。うん、北京がどうで、えー、っと、ピョンちゃんは銀だから、次金取ったら金、ど銅ですね。確かに、うん、これは、この感覚え、新感覚、感覚ですね、僕はね。うん、はい。 えー、マリニン君も強いんですけどそういえば鍵山君も怪我が復活してくれば強い選手なんで鍵山君ね どうなんだろうっていう感じが今します。やっちゃんちゃんさんどうもです。うのわンわんチャンネルイタリア出発の動画も来ました。うん、ちょっと僕遅れてます、かなり。えー、ステファンが運転でアルプス山脈を越えするようです。えー、出発前はわきあいあいな雰囲気ですよ。おお、気をつけてほしいですね。うん。エミリーさんどうもです。えー、シュマくん荷物になっちゃいそうでしたね。えー、シュマくんも。 えその冗談に乗ろうとしているし、もう着いたかな、ファイナル、つい始まっちゃいますね、うん、結構雪道になっていると思うんで、ね、気をつけてほしいですね、うん、でも山が本当に美しいと思いますけどもね、もう最近、スイスも含めて、ですね今年は本当にあのベルギーもですねもう極寒になってますから、ヨーロッパ中が寒いので、ちょっと運転ね、ね気をつけてほしいですね。うんえー、さんどううもですすおはようございます 先ほど、きく君からワンワンが上がりましたよ。エマちゃんはダイエットうまくいっているみたいで、もくもくたちゃんは可愛く元気に。 翔馬、えー、くん、いよいよイタリアに出発ですよ。昨、え、夜、ー、は五く君の愛情ご飯お肉は焦がして、えー焦がし醤油味あ、焦がし醤油味。シンプルイズザベスト。ステファンが手を振ってお迎えに来てくれ。えー、雪のアルプス山脈越え、ステファンの慣れた運転に行くということなんですよね。うん、荷物をしっかり固定して済んだら翔馬くんもユーモアあり、笑顔。気をつけていってらっしゃい。やっぱあのスイスね。 やっぱあのね、ステファンの,そのスイスって昔からその村中がそのやっぱ仲間であったりするそういった国だったりするのであの多分ステファンもそういう感じだと思いますから結構雪道とか慣れてるのかな。い、うん、ってらっしゃいどうか昌く君の日頃の練習の成果最大限出し尽くせって。うん やりたいことがすべてだできますように、笑顔いっぱいで喜び爆発しますように、まだ見ていないグランピーファイナルの輝く最高、えー、の景色が見れますように、えー、テレビ番組の特別席からま、えー、またまたバナーを、えー、タールフリフリ、ブンブン応援しますよ。いやー、本当とですね、もう今回は僕も落ち着いてみようっていつもね、心に決めてますけど、必ず無理なんでしょうね。なんか声上げちゃうんですよね。ゴー・ソーマ君、ゴ,ゴー・ソーマ、イタリアで輝け、えー、ショウマ君ならできる、うーん、できますよね。 うんまあ楽しみでございますはいまあそろそろショートフリーどっちも完璧っていうのね見たいですねうん、えー、マリネさんどうもですうのワンワンまたまたまた来ましたよスイス5アルプス山越え日本スイス2限放送ですよ、えー、日本では夕方、えー、5モフの庭遊び取れは椅子が滑りない、えー、乗ったはいいが降りれないよ、うんえー、ラストカットは今だ 今、体重4キロ超えしないように頑張っているからね。今のお兄さん、イタリア、行ったかな、心配顔、大丈夫だよ。スイスでは、いつじくんの撮影で、シューマくんご一行様のお見送り、アルプス山脈、アルプス山越えあるから、車の運転は慣れている。ステファンコーチ、あーでもね、山々素敵なんでしょうね。天気はどうなんだろうね。うん。えー、ステファンコーチ、同乗者は、デミストレーナーと浜マネージャー。えー、そうですね。あのー、 4人分の荷物の積み込みが何とかでき、最後は小柄な書幕に載せようか。 この4人なら翔く君、心配いらないよ。五木君、スイスで最後のお見送り、ありがとうね。日本からみんな応援してるよ。五五五、翔真君、うんいや、皆さん応援してますよね。でも僕、この車のね、いっぱい荷物が積んでてですね、自分たちちょこんと入ってるのすごい好きなんですよね。うん。あのと隣のトトロであのひ、一番最初の引っ越しのシーンで、えっと、メイとサツキがすごい狭い中にいますよね、車の中、ああいうのすごい好きなんですよね、僕ね。うん。 えー、マイク・バーティラさん、どうもです、えー。カム君、おはようございます。ベルギーと日本のおじさま、ベルギーが今、冬時間だから、マイナス8時間ですね。うん、あっ、てことはそうですね、8時間、うん、えー、絶叫、グランプリーファイナル絶叫開発よろしくお願いし、チョコを飛ばさないでね、いやー、もうチョコね、もうサッカーのねあね、あのフィギュアスケートって、まあ、ジャンプの時に分かるんで、あの注意できますけサッカーは急にこうゴールかさ、 期待するんで結構ね。予想がつかないんですよね。<laughs> うんえー、スペイン無敵艦隊。また破れたりですね。 そうなんですよ。うん。モロッコといえば、映画カサブランカ主犯の、えー、ハンフリー・ボガード・イングリッド・バーグマンが思い起こされます。ちょっと古いかと。うん。日本は前回準優勝のクロアチアを延長戦、PK まで追い詰めたのは大したもんですよ。これを前線と言いますね。うん。えー、グランピーファイナルの女子シングルは、プロレスで言ったら、バトル、バトル,ル・ファイヤルのような、えー、最後の一人になるまでの混戦、えー、模様は間違いないですね。バトル・ロワイヤルね。 うん、あのこの映画、友達とベルギー人の友達と見たら、本当に驚いてましたね、すごくびっくり,っくりしてましたね。 うんえー、僕の懸念事項は、かおちゃん、モチベーションが上がっているあ、そうですね、坂本さん、確かに、うんあの、もうやってやろうかっていう言葉が出れば、彼女はうまくいくんですが、今回、どうなんでしょうかね、うん、海上保安課の制覇、似合ってた、えー、そのまま十字線の選挙英語ではブリッジで、えー、双眼鏡を覗きながら、面影を右に舵を切ること、えーフルア、フルアヘッド、フルア,フルアヘッド、 全身全速と言っても違和感ないわ。えー、スケートも全身全速でね。うん。かおちゃん、確かに気になりますよね。えー、まいちゃん、フィンランド戦では、えー、本来得意なジャンプのはずのトリプルフリップでミスが出たけど、ルダヘンちゃんの不調に救われたなと、えー、心象だったなということで。うん。そうですね。まあ、確かに。うん。えー、とにかく、ノーミスで、ね、演技できれば平等心で。リンカちゃんはショートプログラムでトリプルアクセルをクリーンにまとめて、あと、 5点スコアアップですね、うんえー。フリースキーティングでトリプルフリップと最後のトリプルルッツのミスをなくすこと。えー、そうすれば、えー、220点超えも可能性としてある。えー、GP S、グランプリシリーズ初参戦、初優勝、グランプリファイナル、初出場、初優勝の大逆転になって、夢じゃないよということですね。うん。爆発力があるのでね、不,不安定ではありますけどもね。うん。確かに、フリーは最後のルッツ、これが気になります。で、ショートはなんかフリップがね、あんまこう、うまく入らない。まあ、今回はループにしてるかと思いますけど、彼女は多分ショートプログラム、トリプルフリップをするのは結構苦手なのかなっていう感じはするんですよね。うん。 えー、YM さんありがとうございますうのわんチャンネル新しいものが上がってましたねうん。ちょっと僕かなり遅れてるんで早くしないと昨日から3本続けていつきくん出発まで本当に詳しくお知らせしてくれてファンは嬉しい限りですうん。で本当にチームショーマーステファンの運転でアルプス越え トリノみたいです。うん。カブさん、シャンペリーからトリノってそんなに近いんですかいやでも山を越えるってなると結構やっぱ大変な感じがするので、うん。まあ雪山とかなっちゃうと思うんですけどもね。でも今のところ平気なのかな映像を見てみるとう、普通のアマチュア選手が家族の運転で試合に行くようなカジュアル感満載でした。うん。あの、僕は、えっと、フランスのシャモニーは行ったことあるんで、多分あの辺の景色と似てると思うんですよね。うん。ただまあ、山を越えていく。 っていうことなんで、多分まあ、あの、そうですね、うん、でも、まあ、楽しい感じでしょうかね。うん、まさか彼が全世界王者で、これから世界のトップ6しか出ない、フィギュアの大会に向かうとは思えない感じでした。いやー、だそれが逆にいいと思いますよ。えー、長時間の車移動になるのかな、なるべく疲れが出ませんように、もう着いた頃かな、うん、そうですよね、もう多分えっと、YM さんからコメントがこれ入ってて、そうですね、もう、 もうすぐつくのかなっていう。まあ、ああの動画にはタイムラグがありますので、また、あ、ついてる可能性あるのかなと思います、やっぱり。うん。まあ、動画の編集とかはどこでしてるかっていうところでもやっぱりよりますからね。うん。 えー、マイク・マーティラさんどうもです。えー、カブくん、こんにちは。羽生くんに限らず、スケーターにとってプロ転向の時には大きな葛藤があることを思い知らされましたね。うん。あの、東京ドームならオペラグラスではなく、双眼鏡が必要でしょう。えー、グランピーファイナルが迫ってきました。今日12月の日より、えー、公式練習開始です。うん。今日からですよね。神戸組が現地入りしたという情報はまだ入ってきていませんが、大丈夫なのかな。ああ、そうなんでしょうか。 ね、どうなんでしょうかね、うん。ペアについてあまり詳しくない方のためにリフトとスロージャンプについて簡単な解説を。リフトは、えー、全部で5種類ありますよ。これ結構、ね、難しいんでしょ、ねね、うね、ん、僕もなかなか覚えられずに、えー。ショートプログラムではグループ3から5。 ががのリフト指定されますなるほど、うん、グループ1はアームピットホールドリフトで男性から女性の脇を支えるリフトえ。グループ2、ウエストホールドリフトで男性が女性の腰,、ね、腰を支えるリフトですね、うんえ。グループ3、ハンドトゥーヒップリフトで男性から女性のヒップを支えるリフト。別名ヒップリフトとも言う。でグループ4がハンドトゥーハンドリフト。 えー、プレスタイプで男性が女性の両手を持ってまっすぐに持ち上げるリフト。うん。リキュリールのフリースケーティングの、えー、最後のエレメントのリフトがこれ。あ、あれですね。うん。グループ5、ハンドトゥーハンドリフト。ラッソータイプ、えー、男性が女性の両手を持って回転をしながら持ち上げるリフト。ラッソーリフトの中でも踏切りや、えー、始める体操によって細かく分けられる。うん。えー、このね、なんかそのアクセルなんとかとかね、ラッソーとかね、いろんなのがありますよね。うん。 えー、ベーシックバリューが最も、えっとですね、最も高いレベル4と7.0、えー、女性を半回転しながら持ち上げるの、アクセル脱走ーリフト、えー、女性を後ろ向きのままで持ち上げるの、リバース脱走ーリフトという、うん、この辺ね、結構難しいですよね。なんかあの、覚えていても、なかなかね、すぐにこう、なんだっけなってなっちゃうんで、もう表面ながらね、見ていくしかないですね。 うんえー、スロージャンプについてシングルジャンプと、えー、ベーシックバリューはかなり違います、えー、ダブルアクセルは4点あそうなんですねトリプルトーとトリプルサルコは4.4ダブルアクセル結構点高いですね、うん、トリプルループ5点トリプルフリップとトリプルルッツは5.3フリップとルッツは同じなんだなるほどトリプルアクセルは6点あそうなんですね なるほど。結構、結構低いですね。トリプルアクセルね。うん。シングルと8.0ですから、かなり低いですね。リスク回避のため、にあまり取り組まないのかも。うん。6.0って全然点差がルッツないですね。うん。以前は、そのね、スロートリプルアクセルって、も井上玲奈さんが有名でしたけどもね。うん。 弥生さん、ちょっとサッカーについて、うん、サッカーの谷口選手、確かにイケメンです、えー。中国の女性に人気がある。そうなんですね。ちゃんとちょっと見てみたいと思います。もうサッカー選手ね、あの、スキンヘッドの選手結構気になってました、ね。僕ね。うん。 好みがいろいろ分かれてくるかなっていう感じはしますけども。ゆうのややさん3連続です。ありがとうございます。まず1つ目。かぶさん、今日は早起きそうそうなんですよ。今日はね、えっと、今ね、朝の6時、7時あたりなんですよね。うん。不意に起きてしまって。うん。あの、特にね、あの、なんだ。 え、起きたかったとかっていうわけじゃないんですけど、なんか起きてしまったっていう <laughs>、そういう感じです。えー、ファイナルも近いんで、体調をえて応援頑張ってください、ね。ありがとうございます。でも、皆さんも多分時間的に結構きついと思うんで、ね、今回はそのね、えっと、結構ね、あの、時間との戦いになってくるかなっていう感じはしますけどもね。 うん、PK は自分があの立場だったら足が震えると思います。いや、そうですよね。同じですよ。うんえー、心臓も大変なことになりそうです、えー。日本、よく頑張ったと思います。いや、そうですよね。も自分が、ま、もう本当あの、あそこにいたらですね、いや、どうなっちゃうんだろうっていう感じしますよね、本当ね。うんはい、そして、えーっと、株さん、2030年の冬季五輪装置の開催地決定が。 無期限で延期になったみたいですね。ということみたいです。どうやっていくのか気になりますね。これはでも。 札幌オリンピックが開かれる可能性があったということですよね。それが延期になったということなんですね。なるほど、これは気になりますね。うん、まあ、最近、昔はもうオリンピックっていうと、あうちでやりたいとかっていう感じだったんですが、最近はなんかオリンピックをそこ従わなくなってるっていうのはあるんですよね。結構ね。うん、だからまあ、札幌でオリンピックいいのかな、いいなっていう感じはしますけどね。うん、どうするんでしょうかね。うん、はい。 えーというわけで皆さんありがとうございました。これで以上です